今日の御言葉を共に読んでいきましょう。今日の御言葉はマタイによる福音書の5章43から48になります。新約聖書、皆さんのお手元の聖書では新約の8ページになります。よろしいでしょうか。それでは共に声を合わせて読みましょう。43です。はい。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し、敵を憎めと命じられている。しかし、私は言っておる。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恩恵があるか。徴税人でも同じことをしているのではないか。自分の兄弟だけに挨拶をしたところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなります。はい。お願いします。愛する天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。どうぞこの御言葉が私たちの人生の中で、適用され、私たちが頭で理解したことを心で受け止め、手の技で表すことができますように、どうぞ助けてください。キリストイエスの名によってお願いいたします。アーメン。まず皆さんに本当にお礼を言いたいと思うんですけれども、この2週間ですね、僕は日本に、行かせていただきます。その大きな目的の一つは、ロイさんをですね、もう一度日本に連れていただきたいということだったんですけども、ロイさんという方は、まあ、この教会でおそらく20何年もメンバーを、されていて、かなり長い間ですね、日本に住んでいて、札幌で実は彼は英語の教師をしていて、そして、その時に、MS という、まあ、難病の病気を発症されまして、今では車椅子の生活を、している方ですね。で、今回ですね、皆さんにお祝いいただいて、そして僕とロイさん2人で、札幌まで行ってきたわけですけれども、本当にですね、今回の旅行を通して皆さんのお祈りに本当に助けられたなというふうに感じることができます。というのは、旅行をしてもここからまずシアトルから成田に行って、成田から札幌に飛んでいく、結構長い旅だったんですけれども、本当すべてがもうスムーズにいったんですね。帰りもそうです。何の問題もなく、すべてがスムーズにいって、そして何といっても僕が一番懸念していたのは、ロイさんの体調が守られるかなということだったんですね。というのは、シアトルの家にいてもですね、この筋肉が引きずったり、体が痛かったりして、いつもかなりの量の痛み止めを飲んでいて、それでも体が痛いと、いつも言っているので、日本に行って、もし寝込んじゃったりしたら、ね、せっかく行ったのに楽しめない、かわいそうだなということで、とても懸念していたんですけれども、なんと蓋を開けてみたらですね、日本に行ったら、アメリカにいる時よりも体調がいい、すごい元気だったんです。もう本当に喜んでます。ですから、日本の写真をいくつか見せたいと思うんですけれども、これが、ロイさんですね、札幌で。このロイさんは幼稚園で英語を教えたこともあるので、その幼稚園に訪ねて行ったら、ロイさんを知ってる先生がまだ2人いらっしゃった。この方はロイさんが英語を教えてた中学だか高校の、教育長で働いてた方も20年以上の知り合いだそうです。会った途端に、ロイさん日本語下手になったなって本当に言ってましたけど、それぐらい本当に仲いい感じなんですね。素晴らしいと思います。この方は渡辺先生と言われてましたけれども、ロイさんが高校で英語を教えていたときに一緒にパートナーとして英語を教えたそうです。で、まあ、この旅行を通して本当に思ったこと、もう一つ思ったことは何かというと、それは神様っていうのは本当に人間の関係の中で働くんだなっていうことをすごく思ったんですね。まあ、このロイさんと、旧友、昔の、同僚の方との交わりの中でもですね、本当に神様の愛を感じるっていうのもそうです。また
なぜ今回僕がロイさんを日本に連れてあげたいなと思ったかというと、それは過去3年僕はロイさんと毎週天外内という弟子訓練というんですよね、弟子の成長するというための交わりをしているんですね。1週間に1回、毎週水曜日1時間するんですけど、その中で、ロイさんが毎週毎週ですね、僕に日本の写真を見せてくれるんです。僕はまだ生まれて1回も北海道に行ったことがなかったんですけれども、ロイさんは、ね、北海道中の山を登っていろんな写真を撮られてくる、自分で写真集まで出してくる。でその写真を見せてくださって、北海道は本当にいいところなんだよ、こんなに美しいところなんだよ、見せてくる。で本当にロイさん日本が大好きなんだなっていうのを、その毎週会っていく中 でじわ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 と感じていく中で、本当に神様がビジョンを与えてくださったんですね。ああロイさん本当にもう一回日本に出ていけたらいいな、でもそんなの無理だよなって思ってたんですけど、やはり毎週会っていく中で、やっぱりどうにかそういうことをさせてあげたい、もう一度ロイさんを日本に出てあげたいっていう思いをですね、本当に神様が与えてくださいました。これがロイさんの札幌の教会ですね。おそらく9年ぶりぐらいに行ったらしいんですけど、しかしかなり大きな教会で、パチンコ屋さんを全部買い取ってそれを教会にしたという教会でですね、毎週日曜日に300人以上の方が集まる教会です、まあ、日本ではかなり大きな教会ですよね。その中で多くの方がロイさんを覚えてくださって、まあ、ロイさんとしては多分複雑な思いがあったと思うんですよね。なぜかというと、この教会の方たちが長くですね、ロイさんのためにロイさんが癒されるようにってずっとお祈りしてくださって、でも自分の体は現実見ていくとどん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 悪くなっていくっていう中で、皆さんに会いたいっていう思いとともに、そういう中でちょっとこの行くのが複雑な思いがあったと思うんですが、しかし本当にですね、キリストにある愛の大歓迎で、もうそんな思いを全部吹っ飛んじゃったような、感じでしたね。これはこの方たちですね、ロイさんが昔住んでたアパートの道向かいにちょっとしたなんか居酒屋みたいなのがあってですね、でロイさんもいつもそこでお弁当を買ってた、そうなんです。でいつもこのおばさんがですね、ロイさんにサービスしてくれる、でまさかもうないよねって思いながら、ロイさんの昔住んでた家の前を通ったらこの、方たちがいてですね、ちょうどで、あーロイーって大歓迎してくださる。しかもこの方たちはもうあと2ヶ月後でもう定年してこのお店を閉めます、時でしたね。ですから本当にギリギリのタイミングで、会うことができた。このイースターって面白いですよね。日本のこれ札幌駅の近くにあるイオンっていうモールにあったんですけど、ハッピーイースターっていうのが、まあ、日本でもあるんだなと思って撮ったんですね。でこのクマ、これも昔 のロイさんのお友達でっていうのは冗談ですけどこれは支笏湖っていうですね、札幌にある近くの、湖、僕行ったことないんで、ロイさんがいろいろ案内してくださったんです。で、まあ、そこで撮った写真です。あ、本当ですか、犬ですね。ウサギじゃないんですね。うん、本当だ。違う、今初めてで、何ですか、犬、イオンの、あ、イオンのキャラクターですか。電話アニマル対犬だから。あ、なるほど、謎が解けましたね。で先ほどの皆さんに言った5月5日の男性のリトリート、そこでロイさんが来てくださって証しをしてくれることになっているそうですので、ロイさんのお話を聞きたければですね、まあ、ぜひ聞いてください。5月5日男性の方で、来ていただければいいなと思います。ロイさんが毎日毎日言ってた言葉は何かというと、もう涙が出ること嬉しい、もうあんなに生き生きしてるロイさん僕見たことないです。本当に今まで3年間ずっと会ってる、涙が出るほど嬉しいっていうことをずっと毎日、言ってくださって、本当にそれを見てる僕もですね、嬉しくなりました。本当に皆さんの、お祈りに感謝したいなと思います。で今回の日本の旅行、僕自身もいろんなことがあったんですけど、もう一つ、あ、これも札幌の写真ですね。この方はもうロイさんと一緒に英語を教えてた英語の先生で、なんて言うんですか、これジンギスカン、北海道ですからね、ジンギスカンを僕も初めていただきました。これはこの写真は小樽ですね。小樽で、
を案内していただいたということですね。はい、そしてもう一つ僕が言って面白かったなと思うのは、愛知県の豊田市にいてですね、前回皆さんとシェアしたかな、あの2月に Reaching Japanese for Christ RJC というカンファレンスがあったんですけど、そこで、大きな話題になっていたのは、それは今、トヨタの社員が、ミシガンとか中西部にですね、派遣されて、そこで多くのトヨタの社員、またトヨタ社員の家族の方たちが教会に行っているという、で一つの、そのミシガンの教会においてはですね、子供のプログラムを開くと、子供だけで200人ぐらい、トヨタ関連の家族の子供が来るらしいんです。そして、多くの人たちは、トヨタ市の方に入って、そしてまたそこで、日本で教会に、行き始めているということなんですね。で僕は昔サラリーマンをしてた頃には、トヨタ市で働いてたんですね、実は。トヨタ市で何年ぐらい働きましたかね。4、5年働いたのかな。で、トヨタの本社の方でも働いてたので、トヨタのことは結構私分かってるというか知ってるんですね。ですから、この、教えてもらった教会にこの牧師先生を訪ねて、行ってきたんですね。そしたらなんと、僕彼と実は会ったことがあってですね、2002年16年前にエクイッパーカンファレンスという、場で彼と実は同じグループで、ね、僕の時初めて知ったんですけど、そういった中でも、本当に神様は私たちのネットワークというか関係の中で働かれるんだな。で、まあ、これからそのトヨタの、方たちにどう伝道していくかとかどう働くかって分かんないんですけど、でもなんかすごくワクワクしますよね、そういう関係ができる。またこの8月には僕はミシガンの方の、クリスチャンキャンプに招かれていて奉仕することになっていますので、それもやはりなんか神様がこれからどんなことをされるのかということをとても、楽しみです。あとはもう一つ面白かったのがイチローさんですね。イチローさんはこの2月に、帰国された、方ですけれども、今本当信じられないですよね、新学生してるんですよ日本で。でこの戸塚っていうのは僕の出身のところからすごく近いところで、この日もですね、僕はあの父親のスクーターを借りて本当10分ぐらいで着いちゃいましたね、ここに。で、この日は、スーさんがあのビザが日本のビザが下りて、そして、横浜市民になった次の日だったと言ってましたね。だからまだ引っ越したばっかり。でこれが、彼が行っている進学校の目の前で撮った写真。そしてこれが、一郎さんが今インターン、奉仕教会ということで、これ関東学院のですね、教会なんですよ。で関東学院の教会というのは実はですね、僕が、25年前に初めて行った教会がこの教会で、そして僕はこの教会の下で洗礼を受けてですね、本当に不思議な、本当に不思議ですね、これは。神様の導きとしか、思えないような、ことで、そして日曜日にですね、一郎さんと一緒に、礼拝を捧げて、そしたらその教会で僕のことをまだ覚えてくれてる人が何人かいてですね、紹介することができたんですけど、であの日本で新しいメガネを作ったらですね、これあの紫外線に反応して黒くなるんですよ。ちょっとサングラスっぽくなる、太め。でさあ一郎さんがあの、人相の悪い中西先生が来たら、関東教学院の教会での僕の評判が上がりましたって言ってましたので、ちょっとあの僕の、あの貢献できたような感じですかね。あとは写真では、ないんですけれども、東京に行った時にあの。この教会のケリー熊坂さん、知ってますかね皆さん。ケリー熊坂さんは今ジェットプログラムで東京の高校で英語の先生をしているんですよ。彼女と会ってですね、ご飯を食べたりとか、あとは札幌では、この教会で前にですね、何度か来てくださってお話をしてくださった、またチェロのコンサートをしてくださったオルソン宣教師、覚えてますか。シリアとキース・オーソン宣教師が今札幌で講師をしているんですけども、そのオルソン宣教師とも、朝ごはんを食べることができた。本当にいろいろな出会い、いろいろな関わりの中で、あ、神様の働き、本当に神様の愛というのは素晴らしいなということを感じることができた、旅行だったんですね。はい、ありがとうございます。これだけだったかな。はい、それでは今日の御言葉に、聞いていきましょう。今日の御言葉もですね、引き続きイエス・キリストの三条の説教の話です。
で久しぶりにまた戻ってきますので、文脈をもう一回確認します。文脈は何かというと、それはイエス・キリストは、繰り返しこのような言葉を語っているんですね。あなた方も聞いている通り、しかし私は言っておくという言葉を繰り返しています。その中で、例えば誓うことについて、または離縁について、または、怒ること、殺人について、で今日のことは何かというと、今日は、愛するということ、また憎むということは何なのかということを繰り返す、このパターンの中で今日はそのことを具体的に見ていきますけれども、じゃあイエス様はなんでこのような、あなた方も聞いている通り、しかし私は言っておくというような言い方を繰り返しているんでしょうか。それはなぜかというと、5章20節がキーになるんですね。それは言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。義というものがあるんだよ。そしてあなた方の義というものがファリサイ派、律法学者たちの義に勝っていなくちゃいけないんだよということで、対比をしているわけですね。それはファリサイ派、律法学者たちが持っていた外側だけのいわゆる義、見せかけの義なんですよ、これは外側だけ。しかしイエス・キリストは何を本当に教えていたかというと、それは内側から始まる義で、だからこれがファリサイ派、律法学者たちの義に勝る義ですね。内側から勝る。イエス様は何と言ったかというと、あなた方はまず内側を清めなさい、そうすれば外側もきれいになります。内側を清めなさい、そうすれば自然と外側もきれいになるんだよ。ファリサイ派、律法学者たちはどのような義だったかというと、それは、内側は真っ黒、しかし外側だけあたかもきれいなかのように振る舞っていたんですね。だから彼らのことをイエス・キリストは偽善者であるというふうに言いました。義ということを考えるときに必ず考えなきゃいけないことは何かというと、それは律法です。律法なぜならば、律法の中に、旧約聖書の律法の中に神様の正しさが現れているからですね。その中でイエス様が言った5章17節の言葉、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません、廃止するためではなく完成するためである。いいですか。ですから先ほどのこの対比に戻ると、イエス・キリストが言っている本当の内側から始まる義っていうのは、旧約聖書の律法を完成させるものなんだよ、旧約聖書の律法と矛盾しないんだよってことを言ってるんですね。むしろファリサイ派、律法学者たちが教えようとしていたいわゆる義というものは、それは、人の言い伝えであったり、彼らの勝手な都合のいい解釈だと。それに対してイエス・キリストは、真っ向から反対した。しかしイエス・キリストはそれを真っ向から反対するから、ファリサイ派、律法学者たちはイエス・キリストに、あなたイエス・キリストに対してお前は律法を守ってないというふうに抗議しました。例えば安息日の日に、癒しを行ったりした、そういう時に、本当は律法を守っていた、律法を完成させようとしていたイエス・キリストを、律法を守っていないファリサイ派、律法学者たちの人々がそれをもって攻撃しようとしていたんです。まあ、すごく複雑ですけど、わかりますか今、ややこしくなっちゃったかな。ですから、ここで言っていることは、イエス・キリストが言っていることは、人々の言い伝え、ファリサイ派、律法学者たちの当時の考えからは食い違っているけれども、しかし本当の意味で律法を完成させるものなんだよ。はい、それでは今日の、中心的な題は何かというと、それは隣人を愛し敵を憎むと命じられていると、あなた方は聞いているとイエス・キリストは言ったわけですね。ですからここで考えなきゃいけないことは、じゃあ本当に律法はそんなことを言ったんですかということを考えなきゃいけない。イエス・キリストは何と言ったでしょうか。じゃあ立法を見てみましょうか。立法は何て言ってるかというと、例えばレビの19章、心の中であなた方の身内の者を憎んではならない、あなたの隣人を年頃に戒めなければならない、
そうすれば彼のために罪を負うことはない。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。これはあの代表的にあなた方は隣人を愛しなさい。自分を愛するように隣人を愛しなさい。というこの立法ですね。しかしここでは敵を憎めって言ってないんです。旧約聖書の中では実は敵を憎めっていう教えはあります。もう一つ見てみましょう。出エジプト記23章の4節5節。あなたの敵の牛とかロバで迷っているのに出会った場合、それを彼のところに返さなければならない。あなたを憎んでいるもののロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても、必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。旧約聖書の律法の中には、敵を憎めっていう命令がないばかりで、むしろその逆で、あなたの敵、あなたを憎んでいるものを助けなさいって言うんです。いいですか？あなたがあなたを憎んでいる、あなたの敵を、助けなさい、親切にしなさいっていう根本の、教えがあります、時間がないのでこれ読みませんけれども、もしメモ取っている方はメモだけ取っていただいて、まあ、ここでももしあなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせなさい。そうです。立法、旧約聖書の根本的にある考えは何かというと、敵を憎めではなくて敵を助けなさい、敵に親切にしなさいということなんですね。じゃあなんでパリサイ派、立法学者の人たちは敵を憎めって教えちゃったんでしょうか。それを考えてしまったんでしょうか。それは隣人の定義にあるんですね。隣人とは誰かっていうことの定義になります。パリサイ派、立法学者たちが隣人とは誰かって考えた時に、彼らの考えはこうだった。隣人とは同じ国民の人ですから、イスラエル人にとっては隣人とはイスラエル人であり、また自分の家族であり、また、自分と同じ宗教を持っているもの、また、自分の仲間、これらが自分の隣人であると彼らは考えました。そしてそれだけではなくて、もう一歩さらに進んで、自分の国民ではない人、自分の宗教を持ってない人、自分の仲間ではない人、自分の家族ではない人はイコール敵であると考えます。だから自分の家族ではない敵以外の人たちは憎んでもいい、敵なんだということで、彼らはちょっとかなり飛躍した論理だと思うんですけど、彼らは隣人を愛す、自分の仲間を愛しましょう、しかしその仲間ではない敵を憎もう、憎んでもいいんだということを理解し教えたわけですね。ですから彼らは自分を愛してくれる人を愛しました。読んでみて、自分を愛してくれる人を愛したとってイエス・キリストと言ってますよね。またその後で自分の兄弟だけに挨拶をしたと言ってますけど、これはまさに、パリサイ派、立法学者たちのしたことです。では隣人ってどのように定義するんでしょうか。誰が私たちの隣人なんでしょうか。そのことをよく教えているイエス・キリストの教えがあります。それが良いサマリア人、まあ、皆さんおそらく読んだことがあると思いますけれども、大事な箇所ですので、読みたいと思います。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。立法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていた。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとして彼にイエスに言った。では、私の隣人とは誰のことですか。隣人とは誰のことですか。彼は言ったわけですね。イエスは答えていった。ある人がエルサレムからエリコに下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、投げつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。
同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていた。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて母屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に哀れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。この中で聖書は何を語っているかというと、隣人の定義を語っている。隣人の定義、隣人ってどういうふうにさ定義しますか？隣のトトロって言ってますかね。英語で言うと My neighbor Totoro っていうらしいんですけど、neighbor 隣人っていう、まあ、言葉はもう日本語でもそうです。隣にいる人です、まあ、これも隣にいるトトロですね。で先ほどの話でもそうなんですけど、またギリシャ語、ヘブル語の言葉を見てもそうなんですけど、隣人っていう言葉は私たち自分との物理的な距離によって決まる。いいですか？物理的な距離によって決まる。私の隣人っていうのは私の近くにいる人、それが私の隣人で、先ほどの、祭司レビ人のことを話してみましょう。祭司とレビ人っていうのは当時は宗教的なリーダー、最も倫理的であるべき人です。しかもここで冒頭にあった被害者っていうのは彼らと同じユダヤ人です。同じユダヤ人の仲間のはずなのに、苦しんで半殺しに遭っている人々に対して彼らはどのような物理的な距離を取ったかというと、反対側を通り過ぎていった、距離を、離したわけです。2人とも。それに対してサマリア人、サマリア人というのはその当時ユダヤ人からですね、嫌われていた人です。もうすごい敵対関係になった。でサマリア人にとってユダヤ人を助ける理由は全くないわけです。そのような、人種的な関係、宗教的な関係を考えた。しかしこのサマリア人はかわいそうに思って近寄ったって書いてある。近寄った、祭司とレビ人はこの被害者から遠ざかった。何ならば、宗教的な、まあ、汚れっていう、考え方ですね、当時は死んでいる人を触ったら汚れる。もし、レビ人、祭司っていうのは、神殿で奉仕をする人ですから、汚れてしまったらその仕事が全うできない。だから彼らは汚れてしまうといけないから遠ざかってしまった。それに対してサマリア人はそれまであった人種的、宗教的な関係など関係なく近寄った。そしてイエス・キリストを言ったのは、この近寄ったサマリア人が隣人になったんだ。多くの場合私たちですね、人と近づくって隣人になるって簡単なことですよね。ちょっと難しいことでしょう。まあ、隣にいるのがこんな可愛いトトロだったらきっとあまり難しいことはないんでしょう。しかし、まあ、この多くの場合私たちはですね、このハリネズミのジレンマ、皆さんにも前お話したことがあると思うんですけど、これは何かというと、私たち人間というのはこのハリネズミのように今針を持っているわけですね。ですから近づきすぎると相手を傷つけてしまう、もしくは自分が傷ついてしまうということが起こります。しかし、だからといって、近づきすぎて傷つけたり傷つけられたりしてしまうので、今度は遠ざかるわけですね、相手から。そうすると
孤立をしてしまって寂しくなる。一緒にいたいのに一緒にいれない、近づきたいのに近づくことができないという、私たち人間の傾向をこれよくハリネズミですね、ですから私たちは本当に密接な関係、人と人との触れ合い交わりっていうものを求めているのに、近づきたいのに隣人になりたいのに隣人になることができないっていう問題を持っているんです。それがもどかしい私たちの、悩みです。そのような私たちの両極端な傾向は何かというと、それは相手を攻撃してしまうか、それかもしくは、孤立してしまう、このどちらかの両極端の落とし穴に、入りやすいんですね、私たち。で近くにいる人ほど、さっき敵っていう話をしましたけど、ほとんどの場合敵っていうのは私たちの近くにいる人、遠くにいる人っていうのは敵になりにくいんです。近くにいる人ほど敵になりやすいし、まあ、別の言い方をすると敵っていうことはものは近くにいるっていうことが多いんです。それは例えば今の国際情勢考えてもそうだと思うんですけど、だいたい国際情勢を考えたときに、国と国との関係を考えたときにですね、隣同士の国ってだいたい仲悪いことが多いんです。問題が多いことが多いんです。遠くの国とは仲良くできるけど、隣の国とは仲良くすることが難しい、問題が起きやすいということがあります。それと同じように私たちもこのハリネズミ、近くにいる人ほど愛することが難しい、近くにいる人ほど敵になりやすい、隣人とすることが難しいということもあります。先ほどのレビューと、祭司もそうです。近くにいる被害者の人を助けることができない。なぜならば、助けると自分が汚れてしまう。聖書が言う、隣人の定義の一つは、それは物理的な距離です。私たちの近くにいる人が私たちの隣人。人種的なこと、宗教的なこと、思想的なこと関係ない。物理的な距離、それではもう一つの隣人の定義は何かというと、それは、先ほどの言葉に出てきました、強盗に襲われた者の隣人となった。誰が、強盗に襲われた者の隣人となったと思いますか。彼は言った、その人に憐れみをかけてくれ。物理的な距離。そしてもう一つ決定的に大事なものは何か、憐れみです。憐れみというものが隣人になることの条件。相手を思いやる気持ち、かわいそうに思う、もし、まあ、この写真が見ていただいてどうでしょうか。この電柱になった気持ちになってください。皆さんがこの電柱だとしますよね。そしたらこの電柱に対してどう思いますか。みんな、もしあなたがこの電柱だったらどうこの電柱に対して思うでしょうか。もし憐れみのない心で、この電柱を見るならば、このこいつは、全く何の仕事もしてないし、いるだけで実はもう荷物になってますよね。他の負担になってるわけですよ。だからお前は役に立たないし、いるとお荷物だし、本当もどっか行ってくださいってなりますよ。いない方がマシってなりますよ。憐れみを持たない心でそれを見たら。しかしもし憐れみの心を持ってこの電柱を見たらどうなるでしょう。僕が君のことを支えるから、僕があなたを助けるよ、いてくれてありがとうってならないでしょ。イエス様は5章7節、これは皆さんも詳しくも見てきましたけれども、このように語りました。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。憐れみを受けるっていうことと
と憐れみを与えるっていうことには関連があるんだよと考えます。憐れみを受けた人は憐れみを与えることができる、そして憐れみを与えた人は憐れみを受けることができる。どのようにして私たちは他の人と、隣人となることができるでしょうか。それはまず私たちが神様の憐れみを受けること。神様がこんな私を愛してくださっている、イエス・キリストの十字架によって、またこのイエス・キリストの十字架というものすごい犠牲、痛み、苦しみを通すほどに私を愛してくださっている、私を憐れんでくださっているんだ、だからこそ私はその憐れみを持って、神様の憐れみを持って他の方を憐れんでくださっている。イエス・キリストの愛を持って他の人を愛する、今日のこのメッセージの題は完全なものになりなさい。イエス様の語ったこと、あなた方は完全なものになりなさい、まあ、かなりなんか一気にハードルが上がったなかもしれません。この題は完全なものになりなさいって言われてもちょっと、困っちゃうな。この完全なものになりなさいっていう、言葉はですね、まあ、ちょっと、もし皆さん文法とか好きな人は、興味あるかもしれませんけど、言葉には英語でも日本語でも、体っていうのがいいんですよね。一つは受動体、受け身、もう一つは能動体です。自分で何か起こすこと、行動。能動体と受動体ってありますよね、ギリシャ語にはもう一つあります。日本語と英語にない体。それは何かというと中間体っていう体があるんですね。で、この完全になりなさいっていう言葉は、実はその中間体っていうのが使われて、日本語にも英語にも完全に訳せないんです。で、その中間体とは何かというと、受け身と能動体の間なんです。何かというと、自分が何かをされる、そのことに対して自分が積極的に関わっていくっていう意味なんです。されることに対して自分が積極的に関わっていく。で、これがこの完全になりなさいという意味なんですけど、どういうことかというと、神様はあなたを神様の愛と憐れみによって完全にしようとしてくださる。ですからあなたはその神様の働きに対して積極的に関わっていきなさい。神様の愛を受けなさい。神様の憐れみを受けなさい。例えるならば、管っていうのがいい例えかなと思うんですね。管っていうのは中に入ったものを流すだけです。流すだけですよね。で、私たちはこの管のように神様がくださった愛を流すもの、神様がくださっている憐れみを流すもの、そのように、なっていく。もちろん完全に、神様のように完全になることはできません。しかし完全な神様が流してくださる憐れみと愛を近くにいる周りの人と分け与える。時には壊れた管になることもあるかもしれません。また、先つぼみでですね、よくボトルネックって言いますけど、なかなか流れていかない管ということもあるかもしれないけれども、少しでも神様が与えてくださっている愛と恵みを流していく、詰まった管になるとちょっと困っちゃうんですけど、じゃあどのように私たちはこのような流れの良き、管になることができるでしょうか。それはまず、イエス・キリストの愛、憐れみをまず私たちがしっかり受けること、しっかり受けるからこそ私たちは流すこと。そしてもう一つはイエス様が言われる言葉ですね。私たちは神様の子であるという。神様の子である。ファリサイ派立法学者たちの外側だけの義は何だったかというと、彼らは自分が神様の子供であるという認識がなかった。神様の子供であるという義がなく、認識がなかった。子供っていうのはだんだん、親に似ていきます。親に、そもそも似てるのかもしれないし、一緒に生活している中で上に似ていく。私たちも神様の愛、神様の憐れみを受けることによって、だんだんと神様に似ていくものとされています。その神様の愛を持って私たちを愛することです。愛するということは、決断である行動です。そして、ここでイエス様が教えてくださっている愛とは何かというと、それは、その愛っていうものは、相手が自分に何をしたとか、相手が何者かっていうことに左右されない愛です。
相手がたとえ敵だったとしても、相手が自分を憎んでいたとしても愛しなさい。なぜそれができるんですか？それは神様がその人を愛してくださっているから。自分もその神様の愛を受けているから。神様はすべての人に雨を降らせ、太陽を昇らせる。そのような神様だから、その神様の愛を持って私たちも愛することができるんです。ですから私たちの、求められているこの愛というのは何かというと、それは、相手が何をしたとか何者だって左右されない。そして私たちが神様の子であるということを元にした、私たちのアイデンティティを元にした愛です。皆さん、自分が神様の子供であるって知ってますか？クリスチャンとは何ですか？クリスチャンとはどういう人のことを言うんですか？という質問を受けたときに、僕の神学校の先生はこのように答えました。それは神様を自分の天の父だと知っているということです。自分が神様の子であるっていうことがクリスチャンであるということの大事な定義であるというふうにおっしゃいました。皆さんはイエス・キリストを信じているならば神様の子です。そしてそのことは決して変わることがあります。そして神様の子であるからこそ神様のようになり、神様の愛と憐れみを周りの人に流すことができる。お祈りしましょう。愛する天のお父様、まずイエス様が私たちに憐れみとは何かを表してくださったことを感謝します。そしてまずイエス様が私たちの隣人となってくださいました。私たちのそばにいてくださり、私たちをいつも守ってくださり、導いてくださり、そして私は決してあなたを離れず、私は決してあなたを捨てない、宣言してください、約束してくださいました。神様、どうぞそのような愛を持って私たちが少しでも神様のように完全なものとなることができます。どうぞ私たちを成長させ助けてください。私たちの状況によって、私たちの愛が左右されるのではなく、私は神の子であるというアイデンティティに立って神様の愛を流すものとさせてください。あなたの祝福をお祈りします。主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。それでは献金を持って